もう避けろ、頑張れ、ま、やめ、頑張れ、三千一番頑張れ、死ねうっせぇ、うっせぇ、さすがにあれでは締まりがない。こんな言葉を聞いたことはありませんか。 DQ5 においてラスボスより強い存在と言われたのがこのブオーン。そんな言葉があって許されていいものかということで、モンバトではどっちが強いのかをちょっと白黒はっきりさせましょうや。モンバトでおいて初見殺しと言われたブオーン VS 初見でもめちゃくちゃ簡単に勝てるというミルドラース。あ、てかでかいな、ブオーンの方がでかいね、やっぱり。まあ、本来はブオーンめっちゃでかいからね。さあ DQ5 のね、重量級の熱い戦いが今真っ向が強いじゃん。あ、これ結構いくね。え、思ったよりいくんじゃねえか。あれ、これ鬼コンボより威力ある、もしかして。やっぱりそうだよね、鬼コンボよりこいつあれだね、力は低いけど技の威力は高いね。さあ DQ5 の初見殺し同士仲良くしようや。これプラズマもね、一応ミルドラス通常状態ならプラズマも弱点なんだよね。ちょっとプラズマも試してみるか。あー、ちょっと待って、きついね。でも暗黒耐性ありますんでね、ブオーンにはね、もう鬼コンボと同じような暗黒耐性があるんで、だ鬼コンボと同じっつうことはするってと、うわいや、いけ、待機中央はプラズマが駆け巡る、いくぜー、おらー、うわ、いいねー。投げ払う方がいいか。え、投げ払う方がいいね、さすがに。でもいや、このままじゃ押しまけるか。あ、これやばい、風マンしとった方がよかったか。やべ、これ風マンだったか。ちょ待って、これ3ターン目風マンだったかもしれん。やべ、このままだと背に負ける。無造作に腕を投げ払う、頑張れ。やばい、これミスったか、これやったか。いや、一応、いや、まだ賢者の石でいけるね。賢者の石、賢者の石、賢者の石でいきます。まだまだ賢者の石で回復して間に合う範囲中だから大丈夫大丈夫。3ターン目確定得意だったのにね、ちょっともったいないね、このミスは。いや、でもさすがにやばい、きついな。まだ、いや、まだまだ、うわ、洗練フル当たりくんな。うわ、まっすぐくんな。やべ、まっすぐ来んな、お前。うわ、危ねえ。え、あ、危ない。ブーン、プラズマが、ほんとは知られ。ちょ、待って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 、きつい。きつい、きつい。え、あ、え、え、大ピンチだ。このターンは、魔性の息がドルモア。ブーン先生で。あ、おーっと、相手の攻撃、まっすぐ来るな、お前。ちょ、待って、いてつく波動は、え、ミルドラスさん、いてつく波動は何ですか。いてつく波動、君の取り柄のある、いてつく波動のあの弱さはどこに、前前前あかん。ユウたちも教科書で習ったはずです。黙れ。いや、こんな言葉をご存知ないですか。ラスボスのミルドラースよりむしろこっちの方がラスボスなのではと。存在感の大きすぎるあまりね。邪教の人、ほほほほほ、ユストーリーのラスでしたからね。復讐の時だ。 DQ5 へむしろね、存在感が濃すぎた2人にがね、チームを組みました。いよいよもうすでについに合計 HP でも勝つようになったか。さあブオーンがついにね、もうゲマと一緒に行きますね。いよいよこう来たか。でも確か過去、めっちゃ過去の動画だったかな、ゲマって新ミルドに負けちゃったんだよね。なんで2人でね、手を組んでもうミルドラーズにね、いや、ミルドラスからするとびっくりですよね。いや、部下2人だよって、魂を借りとる。部下2人に私が負けるわけなかろうみたいな目をしてるけどね。いや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 、あ、大丈夫でしょ。もう、ゲマの方がやっぱゲマの耐久ペラペラすぎやんか。おお、いてつかど来たね。始まったよ。てか、お前なんで一品ルギー全くいてつかど使わねえんだよこいつ。びっくりするほど使わなかったね、イテスカード。めっちゃまっすぐ来られたからさ、俺も困惑だわ。
森コンボが負けたのもうなずけるわ。やばいね、普通の打撃。これゲマがね、ゲマも耐久面のなんか同じようなもんやな。うん、あ、まあ、これに関してはゲマの方が硬いかな。ゲマはダウン単純打撃にめちゃくちゃ弱いんでね。まあ、ああなのは仕方ないんですけど。まあ、呪文に対してはね、ゲマの方が硬いという。いや、ボーンの方が硬いみたい。嘘やろ、ゲマ。お、いけ！おい、これでどうでしょう攻撃面でもゲマブオーンに劣ってる。いや、なんかすべての腕で今ブオーンに劣ってるのでは、ゲマってもしかして。せーの、えいオッケーこんなもんコンスタントにポンポンポンで勝てるよ。いけるぞ。もう、てか白目に負けんな、ブオーンも。まあ、合体モンスターが単純にきついのはあるけどさ。いや、まあ、あんなにまっすぐ来られたらびっくりですよ。まだしかしね。むしろこっちの方がラスボスって言われてんだからさ、こっちも。ブオーンもね、5だから かなりのね、実力を持つボスでしたからね。それに比べはこんなね、なんか赤いデブなんてね、もう目じゃないですよ。はい。こっちの2人の方が強いってことをはっきりさせてやりましょうや。うん。多分はっきりできますね、これ。なんか、さすがにこれ負ける気がしないんだよ、まだ。白目のビルドのさ、2P プレイとかもう全く負ける気せんわ。いや、投げ払う。投げ払うが素直に強いね、やっぱ。鬼コンボより強いな。いや、鬼コンボよりオフェンス面いいと。いいんだよ、お前ら二人とも癒着なんてしなくて。大丈夫か？いや、勝てそうだなって言ってさ、そういうことすんのやめてくれる？ウィルドロース、あなたの首を刈り取ってあげまーす。まあまあまあ、次でリーサルだから大丈夫です。焦らずね、次でリーサルをね、落ち着いて決めれば勝ちですよ。SP が1回だけ使えるんでね。ここでまあ負けるわけにはいきませんよと。あ、まあ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 、全然 OK。全然 OK、OK、OK。まあ大丈夫でしょ。にしても、ブオードが全てにおいてダメージが。あれやね。いけ！プラズマせーの！いいねー。プラズマは素直に強いんだよ。まあこの手でね、まあ、星降って終わりですね。基本的に合体モンスターがこうやっていると削り気になっちゃうんだよな。まあ星振って2人のうちどっちが動いて終わりです。ゲマもブオーンも素早さが同じようなもんなんですよ。30だったかな、ゲマに至ってはね。お、これで終わりです。消極処分してあげましょう。トイレ強かった。こっち良かった。まあこれはいけると思ってんだよ。なぜだ、魔界道がこんな部下負担に敗れるとは。許さんぞ、貴様ら二人とも。この我の手で静粛してくれよと。それ赤目にもなりますわな。ミルトラースからせあれよ。汚いぞ、お前ら二人で来やがってという感じですよ。弱。いや、弱いな。それだとすげえ存在感弱くなってるけどな。ミルトラース多分こんな感じなんですよ。汚いぞ、お前ら二人ともって。二人で来るなって。まあ、毒域に変わったことでね、眠りの心配はないんで、まあ、いい方かな。あ、いいね、ゲマが避けた。まあ、ゲマは避ける、避ける、避ける。まあまあ、ブオーンが毒食らうは仕方ない。この1ピロイヤ高いですね。いくぞ、みんな！二人でね、まあ、もう完全に反逆、あ、硬くなった、打撃に。反逆の意思を見せてやろう。お前がね、ラスボスなわけがない。ラスボスはこのブオーンとゲマで十分です。行くぞ！まあゲマはね、結構前の動画で負けちゃったから、ある意味復讐の時だよね。ブオーンを引き連れ、部下のね、ブオーンを引き連れて挑みます。え、強くないか？素直に威力上がったな、お前。まあで、対戦変化してるんで、プラズマも熱戦もあんま効かないんで、ここはもう A を押すだけです。で、3ターン目に今度こそ風のマントします。はい。耐久的にもね。おーきたー、いらねー。いや、いいんだけど、めった出ねえな、その会心は。ゲマー、やる気に満ち溢れてんじゃねえか。張り切ってんじゃねえか。うわー、そうやな。両方とも氷やべえな。いいねー、ゲマー。負けるわけにはいかないわけですよ。あなたが、ラスボスなわけがありません。あなたのせいでユアストーリーは薄れてしまったんですからって。ゲマはね、頑張って暗躍してたと思うけど、ミルドラースなんて映画どこに出たのみたいなレベルだからね。
そりゃそう、いた。そりゃそうもなるよな。ここは風間、今度こそね、3ターン目、風間張ります。ただ、このターンね、マヘド飛んでくる可能性はあるんですよ。攻撃を1回確定では防げます。この辺りでどこまで稼げるか。どっちかっていうと削り切り、おーっとー、それ効かないんで560ぐらいになっちゃうんだよね、多分。あ、640、意外と出た。頑張った、頑張った。オッケーオッケーオッケー、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫よ。あ、そうだね、最悪のパターン。最悪のパターンですね、これ。そうなんだよな、まあ、マヘド打ってくる可能性があるからな。ここは食らう、痛い。やばい、削り切られる。いい削り合いになってんじゃねえか。それにしても、あれだね。お前、急にデスカードを払わなくなったな。どうした、気にしてんのか、オリコンボーに。お前、そうや。そういや、こいつオリコンボーに1対1で負けてた。なんでお前はそっち打ってんの、全部。ダメだって。悪くねえけどダメだって。やばいぞ。どっちが先に削り合うか。みんな遅いです。ミルドナースもブオーもゲバも全員遅いので。どうだろう。いけるか、いやー、ブオーでいけるかなぐらいかな。え、待って、その前に削り切れないんじゃねえか。じゃあ、待って、まっすぐ来るな。やばい、ゲバ、やばい、やめてください。うわー、ええ、おお、まっすぐ来んな。え、いてつかどう、ちょっと待って、あ、さっき見た。え、ちょっと、すみません、謝ります。避けましょう。あ、よし、よし、え、いける、頑張れ、ブオーン、ブオーン、ブオーン。え、勇気たまるっけ、これ。勇気たまる、いけ、ゴーアイス、投げ払う。はい、頑張れ、たまれ、たまれ。ああ動いたら勝ち。動いたら勝ちです。みんな素早さ遅いね。さあ、誰がこのデブの中で走り出すのか。おっと、相手の攻撃。避けろ、頑張れ、耐えろ、耐えたぞ。デブの大運動会敗北。うわあ。チキショー。はい、わかった。つまり、まあ、モンバト、まあ、原作でとかね、ユアストーリーではね、まあ、わかったわかった。うん。その、影薄いけど、モンバトだったら、まあ、こいつの方が強かったってことだ。わかったわかった。認める認める。すごいわかった。うん。じゃあ、お前が行け。DQ5 代表、お前ちょっと行ってこい。快挙成し遂げてこい。主役変わったよ、いよいよ。そんな相手はですね、ミルドナースが原作上恐れていた存在ですよね。裏ボスとして登場、DQ5 の裏ボス。はい、ミルドナースがね、もうその力を恐れて魔界で力を蓄えていたらしいですね。というわけで、DQ5 裏ボスから登場、エスタークの登場です。月光空城を果たすぞ。おい、月光空城や。お前行け、もう。ボーンとゲーム任せたんだから。責任もだよ、お前。さあ、本来ですね、僕、ブオンでスターク挑もうと思ってたんですけど、DQ5 つながりで。ここまでミルドナースがやる気を見せてたんで、あんなに凍てつく波動を使わないミルドナースはなかなか珍しいですね。あんなに凍てつく、お、まずは得意技を見せてくるというわけですよ。向こうの得意技を見せつけてくるってわけだ。ああいや、あんなに凍てつく波動を使わないミルドナースは初めて見ました、僕も。いけ、今ならお前いけんじゃねえか。あんだけね、勝ち癖ついたからね、ミルドナースね。行くぜ、あいうわ、やばいやばいやばい、めっちゃ遊ばれてる。めっちゃ遊んでるぞ、あいつ。さあ、DQ5 最強決定戦ですよ、もはや。これはある意味。モンバトにおいて、DQ5 枠は一番誰が強いのかを決めるいい戦いになるんじゃないですか。いや、むしろあんなに凍てつくカードを使うミルドナースも珍しいわ。さあ、モン、台は、スタークがに対して、ミルドナースは打点を持たないんですよね。え、スタークそのものが硬いし、ね。あ、やばい、瞑想からの低音で行くか。よかろう、今の私は自信がある、来い。本気出してるやん。粉砕の一撃に、もう程があるやろ。やばい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 、追いつかれるぞ。あ、たった一旦で見くられてる。やるな。
だが私も先の戦いで学んだのか。うずぅ誰も分かりし極大悪でもどれも分かりし始まったんだけど、まあ私もその威力はある。行くぜまあまあ割と出たな、割と出た割と出た、うん。行け、デステール、デステール、行け行け行け、私の一撃を受けてみろ。クソ確定鉄カードですね。大魔王のテキスト地でやって、大魔王召喚カードはね、自分で技をね選択できないのが、いやめっちゃ遊ばれてるわすげえ遊ばれてるよミルドーラース今なるほどね、めっちゃ余裕をぶちかま、めっちゃつわものの余裕ぶちかましてるけど、スタークむしろミルド、あ、でもこれいい凍てつく、いい凍てつ、いい凍てつくじゃねえか。それテンションを溜めたところで確定の凍てつカードを打っていくスタイル。俺ミルドラス今日やばいかも。今日のミルドラスやばくない、なんか賢いなお前、 AI が賢い、いけるかもしれん。言っちゃえばね、とどめの一撃では勝てるんでね。ほら、瞑想からの一撃を回避したね。これで、まあ、そんなに食らえるでしょ。耐えてみせよう、いったいや、痛いって。素直に痛いのよ。うまいこといけば、これターン勇気溜まった終わりです。そう。こっちの魔力さえ溜まればね。ぶっちゃけ言えば、どんだけチキン野郎でもいいんですよ。これ、バラモスと一緒ですよ。バラモスやドラマギスと一緒。チキン戦法で勝てるんですよ。あ、ちょっと待って。やばいか、それ。うぅ、涼しい涼しいちゃうで、お前。え？え？え？いや、耐える耐える耐える。んなもん、竜巻ごときに我がやられるわけがなかろう。危ない。溜まるよね。あれ？溜まる？これ。いけ！魔界の洗礼受けてみよう。おい、4玉出して溜めて。まだだ、いやまだだ、まだだミルドラス、お前そうだったな、勇気のたまに、あっ、おと相手の攻撃、ええ、ちょ待て待て、許して許して、やめてやめて、おお、よし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 、危ない危ない、待て待て待て、許して許して、うう、確定めちゃ、ええま、我は魔界の、やはり帝王は封印しておくべきだった能力いくこいつ魔力たまりにくかったんだった